はい、どうも、ベデスパサカやっていきたいと思います。はい、ハンサ。今出てるガチャは無課金、未課金はどうするべきなのか解説していきたいと思っております。ガチャの種類は、天空中央高校応援団ガチャ。で、SR 大丈夫博士像70万解放記念ガチャ。で、トップ下応援ガチャ。で、ラブプラスコラボガチャのパワーマッチリミテッド応援ガチャ。で、エンジェルピックアップオンリーガチャとシルキーパスランクアップ記念の狙い撃ちガチャの7つとなっております。まず、アスカが出たんで、このシルキーパスはスルー。で、エンジェルピックアップもスルー。で、パワーマッチリミテッドもスルー。で、ラブプラスはこの前お話しさせていただきました。で、トップ下の方もね、まあ、久保、で、シャビ、で、今沢、います。いますが、まあ、現状トップ下というよりかは、サイドハーフ、ウィングが熱くなってますので、まあ、ここはスルーしてもいいんじゃないのかなと。持ってなくて、久保と、まあ、そうですね。今沢は持ってなくて、どうしても欲しいって方ならばいいですが、無課金、未課金は基本スルーだと思われます。で、SR 大丈夫博士像はこの前お話しさせていただいた通り、基本、ウドを持ってない限り、持ってない人以外はスルーでいいと思います。はい。で、今回大事になってくるのは、天空中央高校応援団ガチャ。こちらのガチャがどうなのかっていう感じになってます。で、今回、ピックアップ、まあ、新キャラとして来た、ハトとアスカ。まあ、この評価なんですけども、高いよね。うん。アスカが練習効果アップがないんで、ちょっと微妙かなと思いました。思いましたが、まあ、現状、まあ、シルキーパスがランクアップ金額。で、エンジェルパスもくれて、スピード上限アップもある。で、天空中央高校で使うのであれば、ラストが、まあ、監督の評価上がってたジャイアントキリングなんですけども、それを調整して、まあ、アスカの方が高かったらラストパスっていう可能性もあります。でも、このアスカを入れた場合、基本的にラストパスになってくれます。ね。まあ、イビキャラとして入ってますので、まあ、評価はマックスになりやすいっていうのもありまして、うん。まあ、金徳が、査定がすごい伸びてくれます。なので、アスカも正直天空中央高校では必須級。で、このハト。ハトはもう使うでしょう。まあ、天空中央高校のサイド。といえばもうアンストッパブルが両方ともランクアップ金徳です。うん。まあ現状ね、現状、ちぎり。ね、ちぎり、いたけど、やっぱ高校キャラには勝てないよね。まあ両方ともスピード上限アップがないんで、まあ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 、まあ戦えるかなと。まあ天空中央高校以外では、ちぎりでも戦えるかなと思いますが、現状、ね、練習効果アップがあるし、頻度も確か2ぐらいあったのかな。まあ、スピード鍛錬というのはちょっと使いづらいですが、うん、あとは強いと思います。まあ、他の高校であれば、まあ、使うところはなかなかないのかもしれませんが、天空中央高校やりたい方は引いてください。うん、まあ、自分のサブアカは、ハト引かせていただきました。まあ、これは本当助かりますね。で、他の高校で言えば、まあ、ハトよりアスカの方が適性は高いけど、天空中央高校で言えば、やっぱりタックを呼ぶならハトっていう感じになってます。まあ、できれば持ってたらね、両方とも入れてね、うん、やっていきたいっていう、ものですね。はい。で、ガチャの内容的に、それ以外のピックアップに、一応ね、ミセ君、袴のミセ、そして柴原が手に入ります。ちょっと柴原はね、ここに入れてほしくなかったよね。まあ、柴原ではなく、違う限定キャラが良かったです。まあ、でも、ね、このメンツであれば、現状全員使われてます。無冠高校、ね、ではあれば、もう、柴原、そしてミセ。センターフォワードでは必須級。まあ、無冠高校を使うならば、柴原、桃木、で、あと青野くん。まあ、この3体いて、基本的に柴原が外れることはないです。うん。柴原が基本デッキから外れることはないので、まあ、柴原持っといてもいいけど、ちょっと考えてほしかったね。うん。まあ、でも、このピックアップであれば、自分は無課金、未課金、引いていいと思います。で、ここでなんですが、まあ、いつもね、確定、前回まで回せるまで、うん、持ってる人は引いてくださいよという話をさせていただいております。まあ、今回も確かにそうです。確かにそうなんですけども、今回のハトとアスカって、まあ、確かに PSR で強くなるよ。PSR の解放が進んでいくと強いんですけども、現状 SR でも十分強いです。うん。まあ、SR のテーブルのところに強いものが入っているって言った方がいいのかな。まあ、確かに PSR の強いけど、まあ、SR でも戦います。特にハトにおいては、35ですら、練習効果アップが 20% あるという状態でございますので、まあ、いいよね。で、アスカにおいても、頻度は45になれば4。で、35で2と、高くなってます。まあ、ありがたいよね。うん。そこで、まあ、自分は思ってます。これがもし30連、20連、30連ぐらいで、両方とも当たるようであれば、そこでストップ、ありだと思います。うん。
本当にそれはありだと思う。まあ、それか、まあ、それ以外にフレンドを借りるものがありませんって方であれば、ハトアスカ、どちらかだけでも確保いいと思う。まあ、自分みたいにチケットで出れば一番いいのですが、ね。解放の PRR は常設で、まあ、やってる方ならば余ってると思う。うん。RPR もね、さすがにミキサーかける人はそんなにいないと思うんで、余ってると思います。まあ、それであれば、ね、ハト、アスカ、うん、SR 引いて解放させる。っていうぐらいでいいのかなと自分は思ってしまいます。まあ、そうだな。パワースター、600個、700個ある方は引いてもいいかもしれません。でも、自分は、ハトを引いて800個余ってます。余ってますが、引きません。うん。パワースター回収しまして、800個余ってますが、引きません。これは引かずに行きます。まあ、パワースターがね、これから、どんないいガチャ来るかわかりません。まあ、でも、基本的に、この、なんだろう、イベキャラの乱立時期は過ぎだと思ってます。あの、10月ぐらいからだいたい毎年ちょっとコラボが来て、どんどん忙しくなって、で、12月になったらもう年末年始、そして周年イベント。で、お正月。お正月はいつもいいキャラが来てます。そうであれば、ちょっと過ぎたのかなと。ピークは過ぎたのかなと思っており、まあ、そこで引くのはありだと。まあ、現状、天空中央高校をやりたくないよって方ならば、スルー決め込んでもいいと思いますが、まあ、そういう理由もありますんで、自分は引いてもいいかな。でもこれだけは守ってください。確実に確定まで回せるパワースターがあって途中でやめるっていう感じで引くべきです。もし30連打が引いて1体も当たりませんでした、こんなん全然ザラにあると思います。4分の1引けないと1体引けませんね。まあそれもありますんで、基本回せるのは70連まで回せて引く。で、途中で余ったら、出てしまったら、する。まあ、50連、60連まで行ってしまったら、もう PSR 最後まで引きましょうっていう感じになっちゃいますが、まあ、30連程度ならば、ステイでいいと思っています。まあ、今回はね、こういう常設キャラのパワーアップっていうとなると、まあ、そんな感じでいいのかなと。特にテーブル的に SR が特に強いよと。SR の固有のテーブルが強いって方ならばいいと思う。ワンチャンね、PSR。まあ、常設ならば PSR。無課金、未課金でも解放できる可能性があります。まあ、そこでウドウみたいに44が強いとかならば、もう PSR 狙いましょうって言うんですけども、まあ、今回は、まあ、SR でいいと思ってますので、まあ、頑張って当ててみてください。はい。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆様が神引きできるように祈っております。では、また次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。